はい、じゃ あの教室紹介していきます。次は、藤谷先生ですね。あの水曜日の午前中やってます。で、藤谷先生は、水曜日の午前中レッスンして、午後は個人レッスンもできるので、バリバリのバリですね。そう、バリバリのバリのバリでございます。はい、藤谷先生どのような方かと言いますと、兵庫県のね、市川高校出身で、近畿大学というね、あのまあもう、うん、名門ですね。名門ですね。こちらも名門の高校大学と行かれて、なんと全日本ジュニア5位。これ小路くん分からんかもしれんけど、とんでもねえことですね。そうそうそう、全日本ってもう全員が憧れる、全員出るね。例えば、伊藤美誠選手とか張本智和選手とか、もう全員出ますし、まあ、これ出ないってことはない、っていうような大会で全員が集まって、全員が目指す大会で5位全国で。いや、すごいね。それはすごいと思う。あの僕ら出たことないからね、その全日本ジュニアは。あ、そうなんですか。ないないない。もう僕ら青森やから、青森山田高校ってね、そういうとんでもないですよ。で、何？ドイツユースオープン団体優勝、シングルスベスト16。ドイツユースって、ね、ワールドワイドなんですよ。そう、ドイツでプレーをされたと。はい、ね、すごいね。ドイツ行ったらね、もう日本と並ぶ卓球の強豪ですけど、そんなところで、ね、試合してきて団体で優勝するというね。で、インターハイもシングルベスト8。その後大学卒業されて、こういう卓球を指導する仕事っても10年以上されて、まあ、僕よりもまあベテランという。卓球も強いし、指導もしっかりするし、メンタルコーチ、メンタルコーチ、メンタル的なコーチもしてくれるみたいで、あのそういう勉強もされてきてる方なので、あの、まあ、試合に勝ちたい人とかはね、ルーティーンで毎日送ったら勝てるよとか、なんかいろんなことを相談してくれます。藤谷先生もね、あの YouTube やってるんで、あの意外に見てもらったらね。え、マジで？やってます、やってます。いろんな、あのすごい結構細かいこと、あの YouTube で指導されてるんで、あの見てもらったらいいかなと思います。藤谷先生の教室は水曜日の午前10時からになりますね。まあ最初のね、生徒さんってやっぱり印象に残りますから。そうです ね、我こそが藤谷先生の生徒やと、あの植え付けたい方はぜひね、いきなり行ってもらったらいいんじゃないかなと。ですね。結構試合とかこう頑張って出たいとかっていうふうに思ってらっしゃる方って練習試合とかするじゃないですか、負けるじゃないですか、あのメンタル折れそうになるんですよね。そう、スポーツメンタルを養う、教えてもらうことによって、なんか試合の運びがより良くなったらいいですよね。そうですね、はい、そんな感じで、あの卓球もあのメンタルの方もあの鍛えてくれますので、ぜひ一度あのお越しください。はい、はい、ぞ